からね、お尻をしっかり触っていきます。で、頭からね、こう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか、頭の疲れ、背中の疲れとして頭が間違えてしまうことって多いんですね。で、それをね、しっかり緩めていきます。で、私がわざわざ説明するってことは痛いんですね。頑張ってください。お尻も痛いんですよねですよね。こうしますね。で、今からね、触ります。ここ。これ、これ。悶絶で痛い三つの図。人を痛め続けて25年。本気で痛い。覚悟決めた人は概要欄。悶絶で痛い、楽しんで。ありがとうございます。悶絶整体三つのぶです。またね、これからね、今日はね、動画、伝部のね、動画をね、編集していってますけれども、ここってやっぱりね、斜め45度に大腿骨骨頭にの、梨状筋に、ピンポイントでロックオンをしながらグイグイ押さえるのがやっぱりね、効果的にね、一番効くところなんですね。で、こいつが取れてくれると、座ってるところとか、腰痛、膝痛、足の疲れ、背中の疲れまで、そんなところまで全部取れちゃいますから、グイ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 ってこうやって抑えていくのがね、一番ね、体の疲れが取れる場所なんですよ。そして私、このお尻ね、一般のね、マッサージとか整体とかなかなか抑えてくれないんです。なんでって、やっぱりね、際どい部分だからね、抑えにくいんですよ。私もね、実は昔ね、抑えにくかったんですけれども、やっぱりそこは悶絶整体三つの部変態ですから極めちゃいました。で、極めた挙句に、このピンポイントの梨状筋、周りね、最近ね、梨状筋がなんちゃらかんちゃらって言って、パクられてますけど、いいんです。できる人とできない人はいるから。で、うちの店は、納得したら来ちゃいますから。ああ、この斜め4、これね、この角度が難しいって、今はね、またね、新しい器具を使って、この場所にね、ぐい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 、ぐいーぎゃーって言わすぐらいの、強さと角度をまたさらにどんどん進化していってます。この進化の具合はエボリューションじゃなくて、うちのお客さん進化と奥に入っていく、浸透していく、浸透進化、深く入る進化とか、言葉遊びするお客さんたくさんいるからね、もうやだやだ、そんな人たちばっかり相手るにしてるから、こんなね、音声ばっかりでね、グイ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 寄せる。でもね、なんだかわかんないけど、福岡の人とか大分の人とか東京の人とか神奈川の人とか岐阜の人とか、いろんな地方から来るんですけども、何なんだよこれ、こんな、そんなね、青春18切符乗りながら来なくて、もうって言いながら、先生これですからやってくださいって言って、みんなね、来るんですよ。先生、なかなか私ね、そのね、あなた先生のね、悶絶整体の三つの部先生の時間取れないんですからね、分かってますか先生って言って言いながら、先生これやってほしかった、ああこれって言ってね、梨状筋にピンポイントでロックオンされてたくって、みんな来るんですよね。グイ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 、これ痛がってるでしょ、この痛がってんのを見てるとね、そこだーって言って、最近ね、新しい人はね、マサト先生しか入れないようにしてるので、意外とマサト先生人気者になってきました。最近ね、マサト先生がいい、マサト先生の役がみたいな人も増えてきてますから、やっぱりマサト先生、私のそばにいるだけあって、どん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 レベルが上がっていってますね。で、実はね、普通の YouTube のチャンネルであんまり喋れないんですけど、実は2週に1回、下手したら毎週のようにマサト先生にお金払って、一番の上顧客になっているのが私、悶絶整体三つの部です。なんでって、自分の体できないもんだって、できないから、マサト先生にこの場所、もうちょっと内側、もうちょっと外側、そこそこ斜めなんとかでとか言って言いながらやってるとね、先生どマサト先生どんどんかなりやばいんですよ。痛くなってきちゃって、で、それがね、私も受けながらやってますから、ひゃーって言いながら、わあ、マサト先生、僕はもうこれぐらいの強さでいいけれども、他の人にはどんどんやれよって言いながらね、どん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 抑えていってもらうようになってますから、マサト先生もね、最近ド S 加減をね、発揮してくれてます。本当本当なんですよ、本当に。だからね、痛いですからね、皆さんも楽しみに頑張って楽しんでくださいね。話
話は変わるんですけれども、これでまた反対側ね、押さえていきます。で今ね、私ね、どうでもいい話していきましょう。こういう話ができるのがメンバーシップ化のいいところですね。今ね、これね、ちょっとね、私ね、この編集するたびにね、お酒を買ってきてね、レモンサワー飲みながらね、編集してるんですけど、やっぱりね、お酒を飲むと口の周りがはっきりしてきます。いいですね。さすがアル中からから悶絶生態。それでも激痛で結果はしっかり出す。さあ、悶絶生態の三つどぶでございます。で最近ね、声のね、出し方っていうのを少しずつ変えていってます。劇団四季とか宝塚歌劇団って皆さんご存知ですか？あれね、皆さんね、あの人たちって声を大きくはっきり、そしてイントネーションを込めて話をするように変えていってるんですよ。私もこの話をするときに声のトーンを大きくはっきりさせてごめんなさい、イントネーションを高めていこうと思ってます。でこれをね、やっていくとね、どういうふうな広告があるかって、今までもかなり気持ちを込めて話をして、聞き取りやすいように話をしていこうと考えていたんですけれども、このもっと大きくなってごらんとか、分かりやすく、もう少しどんな人でも聞き取りやすい言葉っていう文章に変えていこうかなと思ってます。なのでこれを見てるあなた、そう、選ばれた人ですよ。選ばれた人、そう、悶絶生態の選ばれた人は、この音声の話がどんどん良くなっていってるなっていうことがよくより分かるんじゃないかなと思います。私の声っていうのはやはりね、そこまでね、声質を研究してますから、何研究してんだよ先生、変なところまで研究しやがってなんて言われるんですけれども、そういう総合テクニックがこの痛いだけの声帯ではないということなんですね。で意外と言われるのが、先生カウンセリング能力ありますねとか、話を聞く能力ありますねって、このね、痛い動画を見てるだけじゃわからない話にもなってくるんですけれども、実はね、そういうこともしながら話を聞いて心の中のデトックスもしていくのが悶絶生態です。以上、悶絶生態三つどぶでした。